Okay, I am back. Welcome back, Lone Wolf Jai here. Had to go have a little discussion with my niece because, well, she was talking about her day. Anyway, so here we are back at the. We're gonna find Rohawi, who happens to be up right up there. Oh, sorry, Fahila. All right. Konnichiwa, Rohawi, itte omae no koto ka? So desu ga, nani ka goyou desu ka? Jitsu wa. お前のことを紹介してくれて。何？ティナリだと？いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。え、うん。どれどれ。びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？宗神様に？あ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。アーカシャに聞いてみるよ。すまない。アーカシャはこの問題については答えてくれない。え、お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたから、オイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないか。Oh my god, I'm looking at Paimon and Trow and Titan and Labib. I told you, this is not my favorite area. I'm not a researcher in one floor. Arkasha is probably going to decide that I don't need to know the information about the Sorcerer. Okay. But what I know, Kraksan Naridebi is スメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。うん。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り。宗神様はいつも老去なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。Okay. それにクラクサナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識やどうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。Impressive。 なるほどな。ありがとう、助けてくれて、それから諭してくれて。遠慮するな。他のこと、例えば強霊院で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも強霊院で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言ってもスメールに知り合いなんかいないしな。え、誰だ？アラーシャ・アベサー。あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。アライ。
Well, let's go register the Avengers Guild here in Sumato. Nice music, by the way. Hop, there we go. Arash Avasas, Catherine. ご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか。キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか。はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません。アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人ともそう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理調整する役割も担っています。30人団、変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスファンドさんはうちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして、幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。Okay. 星と深淵を目指せ。 Let's check some stuff here. Okay. I can basically come here and check on this stuff too. So, well, I think I found my base of operations. Yep, thinking about it being right around... just right here.Alright. Okay, so... yeah. We're gonna go and find out where this place is. Oh, no, not that. Okay. Okay, just follow the lit path here.Nope. Sorry. I collect those as much as possible, honestly. Because those are needed for Nilu. Oh, there's a couple more.The guy right there. ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスファンド。オイラたち、ちょっと聞きたいことがあるんだ。
と。で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。Of course。待てよ、担当直入すぎないか。しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。え、なんでそういうことになるんだ。教霊院を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その信仰対象は今でもマハールッカ・デヴァータなんだ。ルカ・デヴァータ。うん。Nice of me to actually know that, have her, you know, see her. 奴らから見れば、スメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デヴァータの方で、フラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も教霊院の影響で自然とマハールッカ・デヴァータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、教霊院も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。Yeah, there's much more to that. そうなのか。なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスバンド、教えてくれてありがとな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。OK。態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの。お前は。あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ。あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はトニアザード。実は私ドニアザード、クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か。ってことは彼女に会う方法を知ってるのか。そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が
最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら宗神様に助けを求めようとした。宗神様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、さまざまな試練を乗り越えたんだけど、ついに宗神様の姿は見つけられなかった。彼は、ああ、神はきっと私を見捨てたんだ。で絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに、男は最悪に見舞われた。けれど予想外のことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして、一羽の鳥が、彼の肩に舞い降りた。それは宗神様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか。あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在すると。 That sounds like Nahida. ありがとう。その話を聞いたら、なんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も宗神様の化身みたいね。ドニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか？ダメだぞ。せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ。そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。はあ、well, you know what? We can go ahead and end right here. I got some personal stuff to take care of. And I'll go ahead and talk to you. I'll see you guys in the next video. Later.